はい、エベリン、今日は何のトピックでしょうか。今日は中国企業の文化のトピックです。このコンテンツはバイリンガル専門職の転職支援をしているタリスマンコーポレーションの、作成した動画です。マーケットの最新情報などさまざまな情報を提供しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。早速ですが、中国の企業の文化についてよろしくお願いします。はい、本日は中国企業の文化についてお話しさせていただきます。自身の経験から主に月にお話しする3つに分けて紹介したいと思います。1番目は働き方、2番目は働く文化、3番目は評価制度についてです。まず1点目の働き方に関しては、個人主義とメールよりチャットを使用するの2つのポイントになります。1つ目、個人主義は中国の企業で自分で考えて判断し行動するのは大事です。もちろんチームワークも大事なんですけど、日本のチーム連携よりは一人一人が担当業務を独立し進めるのが一般的です。2番目、メールよりチャットを使用するという点に関しては、中国の企業は効率が大事なため、仕事上でスピード感があるチャットをメインに使用します。例えばプライベートの WeChat も仕事の連絡するために使っています。また、最近TikTok の親会社バイトダンスが開発した企業内の交流ツールのマークもチャットがメインになっています。そして続いては働く文化に関して、率直なコミュニケーションとフラットな人間関係が特徴です。一つ目、率直なコミュニケーションについては、中国では曖昧ではなく、思ったことをストレートに伝えることが自然です。分かるなら分かる、分からないなら分からないと反応するのはほとんどですね。で、2つ目、フラットな人間関係。例えば相手が上司であっても、部下は意見や提案を率直に伝えるケースが多いですね。そういうフラットな人間関係のため、仕事上でお互いにアドバイスを共有や話し合いができます。このような点は、長期関係を重視する日本の企業とは異なると思います。で、最後に評価制度については、ほとんどの外資系と同じ成果出勤だと思います。中国の企業は一般的に年齢、経験などのバックグラウンドに関係なく、仕事の成果次第でどんどんキャリアアップができます。特に現在、中国の企業は全世界で見ても発展が早いので、日本の方とか外国籍の方とか、もしキャリアを積みたい場合は、中国の企業はいい選択肢だと思います。ありがとうございます。もっと情報が欲しい場合にはですね、エブリンの方に連絡をしていただければと思います。エブリン、ありがとうございました。ありがとうございます。